嬉しい嬉しいけど。皆さんこんにちは、コパブルです。本日も超スクグランプリのガチャ動画やっていこうと思いますけれども、今回狙っているのはこちらです。ディアースキッドゴムローラーとローラー用11ミリボールベアリングですね。グレートエンペラーもかっこいいですし、新ボディ特性ワイルドランも気になるので、まあ、確かに欲しいんですけれども、まあ、なんといっても僕はリアブレーキステー難民なので、今回このリアスキッドゴムローラーという新パーツね、ちょっと調べたら今までに出ているリアブレーキステーのソフトハードと大体同じぐらいの性能らしいんですよね。ということはゲットするしかないということで、今回はこちらをメインに引いていこうと思います。それではいつものようにまずはこちらのチケットガチャを引いていきましょう。何十連しようかな今回は。どうしよう。前回のガチャ動画でかなり欲しいパーツいろいろ引けたので、今このチケットガチャから欲しいのはリアのスライドダンパー、まだ持ってないんでそれが欲しいのと、あとは老廃とスポンジタイヤ系のフロントホイールとかが欲しいかな。実はあんまり持ってないんだよね、ディアばっかりなんだよ。ローハイトも実はブーメランテン最近使ってないな。もうエボリューションのボディが出てからはずっとほとんどどんな場面でも僕ほとんどエボリューション使ってるんで、できればスライドダンパーのリア来てください。スライドダンパーのリア星4お願いします。お願いします。もう大体本当に持ってるパーツばっかりになってきたね。いつもさ、このチケットガチャを引いてる時の僕のトークが、いや大体もう持ってるパーツがほとんどになってきましたねっていうトークが連続してると思うんだよね。なんかそろそろこうなんかボキャブラリーというかトークをね、ガチャに使えるトークを磨いていかないと、もう僕ガチャ動画するためにこうするたびにボキャ品になっていきそう。今回チケットガチャ全然演出熱くないですね。でもこれは本命の方のガチャに期待が持てるということでいいですかね。いいですか。どうなんでしょうね。いやスライドダンパー来てほしいな。とりあえず今の超速グランプリ、オンライン大会の方の超速グランプリでは多分スライドダンパーは必要ないと思うんですけど、まあ、今後ね必要になってくるケース結構あると思うんで、そうだから小径ローハイトのフロント系のホイールとタイヤが欲しいな。あ全然ダメだ。あれいつもさ、いつも星4出てくるけどやっぱ出ないものだよね。星4の排出率確か 10% だと思うんで、今日ミラーリング調子いいかなと思ったけど切れましたね。え全然熱くない。えどうしよう、これ30連目、星41個もないとかあるかも。マジか。え全然出てこないね。えどうしよう、今回あんまり回さない方がいい。え全然出てこない。星4の排出率確か 10% だと思うんで1個ぐらいは出てきてほしいところなんだけど、マジか。ちょっと40連目、ちょっと今回40連ぐらいで終わっとく。チケットガチャ全然出てこないよ。やっぱいつも運良かったんですね。まあだからこれぐらい出ないものだよね普通は。あやっとちょっと熱くなった。いやそんなことないな。この演出だったら一つぐらい出るのかな星4。うん、プロツレーバー JB。 いや今日はダメだ、本命に全てをかけた方がいいんだと思う。チケットガチャ全然ダメだもん、何にも出てこない、何にも出てこないぞ、何にも出て、本当に何にも出てこない今回。あやった、レストンスポンジのリア嬉しい。星3だけどね。もうレストンスポンジはフロントもリアもどんだけでもあっていいよ。まあ、できればフロントが嬉しいけど、うわ全然マジ出てこない。いや今回うわマジで星4ゼロじゃない。40連してちょっと今回ここで終わっとこうか。チケットガチャもう本命の方回そう。
それではチケットガチャで十分運を貯められたということで、まあそういうことにしておきましょう。まあ今回のメインはこちらです。僕が狙ってるのは先ほども言いましたがリアースキッドゴムローラーと時点でローラー用11ミリボールベアリングですね。まあ3番目としてまあボディかな、グレートエンペラー。超速ギアはまあ確かにあっても困らないんだが、まあ一つ持ってるんで、とりあえずはリアブレーキ指定難民なんでお願いします。新パーツ出てほしい。あ、なんでここでまたミラーリング切れるの。よし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 、これはだから星4は絶対出るってことだ。絶対出るね。 OK、 期待してるからね。もう僕はもうブレーキ指定が出たらもうバンバン剤だから。 OK、 ボディはないね。 OKOK、 分かりました。ボディではね、来た。ボディ来るんかーい。しかもピックアップじゃないやつで、しかも僕持ってるー、ブーメラン天星4持ってるー。好きだけどね、ブーメラン天好きなの。デザインがあのアストロブーメランとかがもし今後ピックアップされたら引こうかなと思ってるぐらいには好きだけど、そうじゃないじゃん。ピックアップのやつ出てきてよー。なし、ピックアップゼロ、まさかゼロ、ブーメラン点のみ。いや、あの最初の頃だったらあれでも十分嬉しかったわけ。やった、星4のボディだ、ブーメラン点だ、好きってなったけど、もう今はブーメラン点じゃもう満足できない体になってしまった。お願い。あ、これ嬉しいね。ショーケイローハイト、ワイド薄スポンジフロント、これはまあ嬉しいんだけど、じゃあ星4だって、星4、もうピックアップの来て、せめてもう10連お願いします。リアブレーキ捨て難民なんです。低摩擦ローラー難民でもあり、リアブレーキ捨て難民でもあるんです。まあ無課金でやってるんでね、まあ難民っていうにはちょっとおこがましい、うん、どちらかというとこうゴールを目指そうとしていない、放浪の旅をしていることを難民と呼んでいるぐらいの程度の難民ですよ、僕はね。うん、頂きを目指すのであればね、バンバン課金してね、それでも難民だったら難民って言っていいかもしれないけど、僕の場合はね、放浪の旅してるだけかもしれませんが、いやでもいい、ボディじゃないってことだね。ボディじゃない、これ期待が高まるよ。ボディじゃないってことが分かった。ギアでもないかな。いや分かんないね、ギアかもしれない。あ、ギアでもないってことはステイの可能性あるよね。あるあるある、来るよ、ステイの可能性あるよ、頼むよ。あー、終わったかな。終わったかな。来た、あ、やったー。いや、まあ嬉しいよ。だってこれ僕だってボールベアリングさ13ミリのやつ1つしか持ってなかったから、やっと来たー、11ミリありがとうございます。多分わかんない、9ミリボールベアリングに比べると多分重量が重いと思うんで、もしかすると不利なのかもしれないけど、いや、いいいいよ、十分十分十分、ありがとう。欲しかった、よかったよかった、セーフセーフセーフ、これはセーフだけど、もう一回やらせて、もう一回やらせて、セーフなんだけど、いいよ、もうあの何も出なかったって感じではない、今回のガチャ動画。あ、よかった、ベアリングローラー出たねってなるからいいんだけど、いや、お願い、ブレーキステーマジで持ってないんだ僕。よし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 、オッケー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 。今のね、超速グランプリでも絶対ブレーキステー重要なコースだと思うんですけど、僕ディアースキッドとこれセイントドラゴンのボディがあのブレーキ効果アップなんで組み合わせてなんとか走り切ってるけど、今確か34秒台かな、なんとか走り切ってるけど、いや、ブレーキ性能のいいステーつければもう少しスピード漏れるから、多分お願い。そろそろもうしばらく頑張ったよ僕、ブレーキステーなくてもね、お願い、そろそろいいよね、そろそろ
引いてもいいよね。頼む。あ、うん、これリアね。これのフロントが欲しいんだよね。来た。いやー持ってないから嬉しいんだけど、うん、持ってない。あの僕青色の台形スポンジしか持ってないから、緑色のスポンジタイヤ確かに嬉しい。嬉しいけどピックアップのやつ出てきてほしいな。あ、いやフロントスラジャンパーだ、2つ目だ。嬉しい、いいね。これ30連したよね。40連目いこう。もう願いだって、いやいいって、いいよ、ありがとう神様。ローラーは出たから確かにいいんですよ。最低限クリアではあるんです。だけどさ、ブレーキ捨て本当にないと困る場面多いの。よしよしよし、あのなんだろう、イベントワールドとかさ、普通にそのストーリーモードとかイベントのコースをクリアする上でもブレーキステージ重要になる場面かなりあるのに、あ、アバンテ嬉しいね。まあ持ってるけど、じゃ今回シューティングスター出てくるのよくね。もうだから欲しいんですよブレーキステ。よし、ボディではない、いやボディも嬉しいんだよ、グレードエンベラーでも嬉しいんだけど、まあ出ないということで、あタイプ4ね、はい、お願いお願いです、お願いです、ブレーキステお願いします。よし、ここだよ、ここディアステのタイミングに入りました。この後来ると思います。来い来い、来ない、来ない。終わった、終わった。じゃあ何欲しいよ、何欲しいよ。じゃあローラー、やった13ミリボールベアリング2つ目だ。いやもう今日これで終わっといた方がいいかな、星4じゃないから。確かにね、星3ではっていうとこあるけど、いやでも嬉しいな。来た、だ嬉しい、嬉しいけど、いや嬉しいよ、嬉しいです。ボールベアリング2つ目ね、11ミリ。これでだから僕11ミリボールベアリング2つと13ミリボールベアリング2つになったから、使いどころはあるはずだよね、使いどころはあるはず。これ重量が重いから多分それが足を引っ張ることも多分あるんだけど、でもベアリングローラーってきっと良い良いものだ、良いものですから使いどころは絶対ある。もう、いや、うん、いやこれは文句言っちゃダメか、これは文句言っちゃダメか。終わっとくべきか、終わっとくべき。まだだってこれからビートマグナムとかが来るかもしれないし、貯めとくべきかな。もう10連だけ、だって本当にリアブレーキステー欲しいから、もう10連だけ引いてダメだったらもう今回は終わります、これ最後にしますから。いやほんと、いやいいんです、ピックアップのローラーが2個来ただけで僕は確かに嬉しい。今回はもういいんだよ、いいんだけど、いや本当に、いやあのさ、僕みたいな人いると思うんだよね、ブレーキステーがで持ってなくて、ソフトとハードを持ってなくてリアスキッドでいつも頑張ってるって方いると思う、同じですね。なんとか、でもまた演出が熱くないんだけど、星4ゼロの可能性あるぞこれ、星4ゼロってことだけは避けてほしい、せめて1個でもなんか出てほしいけど。あ、ソニックセーバー、そう僕実はねソニックセーバー持ってなかったんだよ、一つも。嬉しいかも、うん、コレクションとして嬉しい。いやーでもこれダメだな、これでボディなしでしょ、グレートエンペラーの可能性なしになった、うん、タイプ5、はい、シャーシ嬉しいけど、放熱フィンね、うん、持ってる、放熱フィン持ってる、ギア、超速ギア来る、来ない。いや、リアステイだって、リアステイが来てくれたらもういいから。あ、これで終わったかな、だー終了です、今日は終了。
はい、というわけで今回チケットガチャを40連、超速フェスのガチャを50連した結果がこちらでございます。嬉しいのはやっぱりなんといっても今回ピックアップされていたローラー用11ミリボールベアリングを2つ引けたことは、これはとても嬉しいこと。ベアリングローラーは強い、まあ、使ってる人も低摩擦ローラーの次ぐらいに多いと思うから、多分これは使いどころあると思いますね。そしてこれ 13mm ベアリングローラーも僕実は1個しか持ってなかったんで、これでね今回でベアリングローラー4つになったから、結構ね戦力強化になるんじゃないでしょうか。あとはこの台形の緑色のスポンジタイヤとかも、こうデザインにこだわりたい時とかはねやっぱ嬉しいんでいいんですけど、まあでも出なかったな、僕のリアブレーキステー難民生活は続くわ。まだ皆さん、僕みたいにまだリアブレーキステー関連のステー持ってない方、頑張りましょうね。なんとかあのリアスキッドとブレーキアップ効果のボディで乗り切りましょうね、今後のイベントや今後の超速グランプリも。頑張りましょう。今行われている超速グランプリシーズン35のタイムは僕は34秒台ですね。まあ、相変わらずこの3万位ぐらいをだいたいいつもさまよってる感じします。僕の最新のレースこれ1位だったんで、ちょっと見てみます。動画で流すの多分初めてだと思うんですけど、どうだろう、お名前はちょっと伏せさせていただくかもしれません、動画編集上ね。そう、このオンライン大会はもうエントリーするだけで、あとは勝手に時間になったら走り出すので、僕はもう見守ることしかできないんですけど、ほらめちゃくちゃ速くない、めちゃくちゃ速くない、これ僕1位だからね。左上に順位が出てますけど、これ1位です。これ上から見た図、そう中間遅れさせるぐらい、ちょっとこれめちゃくちゃ速いなっていう、まあ、それでも3万位なんだけどね、3万位なんだけど、でもこうやってたまに1位取らせてくれるのは嬉しいね。あ、嘘、ちょっと待って、やめとく、もうやめとく。ミラーリング切れたんだけど、うん、僕が1位のシーンなんて映しても嬉しくないよって失礼いたしました。それではオチもついたところで今回の僕の超速グランプリガチャ動画終わろうと思います。ディアブレーキステー難民としての生活はねまだ続きそうです。同じ境遇の皆さん一緒に頑張りましょう。ということでコバブルでした。また次の動画や生放送でお会いしましょう。バイバーイ。